こんにちは、サドラです。今回は本日の朝の3時頃ですね、にこちらの動画で攻撃力が20倍とかまで上がってしまう不具合についてご紹介させていただいたんですが、それの対応として今回コミュニティフォーラムが更新されていますので、内容をご紹介させていただこうかなと思います。 早速内容を見ていくんですが、こちらですね。ジャックオヘッドを装備しても効果が発揮されないということで、今回更新をされていまして、まず不具合の詳細ですね。これに関しては、不具合の暫定的な対応のため、ジャックオヘッドを装備しても、現在スキルの効果が発揮されませんということで、今回発表されています。なので、まあ、要はどういうことかっていうと、まあ、今日のね、朝の3時頃の動画詳しくは見ていただきたいんですけども、そこでね、起こっていた不具合が、ジャックオヘッドをつけることによって、まあ、スキルがめちゃくちゃ 何回も発動してしまって攻撃力が20倍とかまで上がってしまうという不具合だったんですけども、まあ、それを、ね、対応するために一旦ねジャック・オーヘッドのスキル自体、まあ、団結力自体を発動しなくするということで一旦ね対応しているみたいですなのであの攻撃力が、ね、めちゃくちゃ上がってしまうという不具合自体はこれで、ね、解決をしてくれているんですけども、まあ、その代わりに、ね、ただジャック・オーヘッドのスキル自体が今発動しないということで対応されてしまっていますので、まあ、これに関しては現在修正中ということで になっていますねなので、まあ、ここのね、修正が終わるまでは、こちらのジャックオヘッドの装備の効果っていうのは一旦ね、発動しないので、まあ、団結力をね、あえて使っている方もそんなにいらっしゃらないと思うんですけども、まあ、一応ね、ここの修正が終わるまでは、団結力のスキルっていうのは発動しないので、注意していただければなと思います。ご視聴ありがとうございました。これからもモハンナウの動画上げていきますので、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントくださると嬉しいです。バイバイ